はい、どうも、Bレジェンド鍵谷でございます。ですね、今回やってみたいのは、ちょっと視聴者の方からね、いただいた飲み方をやってみたいなと思うんです。で、実はね、これね、言ってる人、以前からいらしたんですよ。何かというと、ブラックコーヒーに、ナチュラルを入れて飲むと、カフェオレみたいになって美味しいっていうのはよくいただいたんです、以前から。で、実際そうなんですよ。美味しいんですけれども、今回あったのがね、ちょっと面白くて、コーヒー100。コーヒー 100ml と無脂肪乳 100ml を混ぜて、かつナチュラルをシェイクすると美味しいっていうのがちょっとあったので、これはなんかやったことないなーっていうことで、ちょっと一回やってみようと思って今回ちょっとね動画にしてみました。ということで、ちょっとねまだね僕もやったことがないのでやってみましょう。じゃあ早速ね、よいしょ、はい、いきますよ。もうなんかすでに下の部分カフェオレになってますけどね、ほら見てわかる、カフェオレみたいになってるけどね。ということで皆さん、もう皆さん大好きローリングシェイクからいきますよ。世界標準のシェイクですからね、いきますよ。いいですか皆さん、ローリングシェイク10回からの縦シェイク20回ですよ。いきます、12345678910123456789101112131415161719201920でございますよ。色は変わんない、あの増量みたいな色になってる、薄茶色、美味しそう。ちょっと匂いしてみよう、匂い。あれ、うんとね、いやあんまいい匂いじゃないね、いい匂いではない、なんだろう、コーヒーのいい匂いがかき消されちゃったような感じ、なんかあんまりいい匂いじゃないけど、美味しいのかな、飲んでみよう。いただきます。ということでいただきます。うん、うん、あ、これはうまいや。あ、間違えた、うまーい。すいません、普通に言っちゃった。あのね、あ、これうまいな、うまいや、うまいよこれ、うまい。あの、Bレジェンドの WPC のキャラメルコーヒーだ。あの味似てるけど、あれよりこっちの方が美味しい。うん、あ、そんなこと言っちゃダメなのかな。まあいいや。あのね、あのキャラメルコーヒー、ビールゼンの WPC のキャラメルコーヒーって、ね、某コーヒーショップのキャラメル、名前言うとダメですな。まあ、あるじゃないですか。わかんない。わかる?わかんない?あのね、某コーヒーショップですよ。あの、一番メジャーなコーヒーショップ。キャラメルなんちゃらっていうのがあるじゃないですかね。そのキャラメルなんちゃらみたいな味を狙って作ったのがキャラメルコーヒー風味なんですけど、あれのね、本物に近い、あの WPC のキャラメルコーヒーよりも本物に近い。うん、美味しい。でね、実はね、これまあ多分まあ美味しくなるんだろうなと思ったんですけど、実はね、筋肉アイドルの佐伯麗華ちゃんいるじゃないですか。佐伯麗華ちゃんがツイッターでね、実はちょっと面白いツイートをしてて、それ出るかな、ここ。こういうツイート。ね。で、これで、佐伯さんがミルキーで、これの今ね、ナチュラルで今回やったんだけど、ミルキーでやるとすごい美味しいっていうコメントがあったので、いや、それもやってみようかなと思って、やってみようかなと思って、デンとね、こうミルキー持ってきましたよ。ちゃんとね。はい。ということで、2回戦行ってみましょう。2回戦、シェイカーも出ますよ。はい。ということで、2回戦はね、ミルキーで、ナチュラルじゃなくてね、ミルキーでやってみたいと思います。ナチュラルはね、飲み終わった後の、その口の中のね、ふわーっとなったり、それ最後ちょっと泡がね、若干残ってたのが、口の中入ってくる感じが、すごくいい。うん、香ばしくて。さあ、いきますよ。じゃあ、これもデフォルトの、いつも通り、ローリングシェイクから縦シェイク。いきます。12345678910。12345678910。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20! 出来上がりました。はい。色はさっきと全く一緒でございます。泡立ちはさっきよりも若干ないように思いますが、ほぼ変わりません。見た目はほぼほぼ一緒。あ、香りは、
こっちの方がもうすでにミルキーのミルキー臭がしてる。美味しそう。コーヒー臭が消えてる。ということで2杯目いただきます。いただきます。うん、うまいよ。これも、でも好き嫌い出るだろうな、これは。僕甘いの好きだから、やっぱミルキーの甘さがしっかり出てる。あー美味しいけど全然違うんだな。こんなに違うんだね。こんなに違うもんなんだね。どう言えばいいんだろうか、わかんない。どう言えばいいんだろうか。美味しいよ、甘い。コーヒー牛乳でもないんだよね。コーヒー感は、あのね、飲んだ後の口の中にコーヒーの風味は実際あるんですよ。だけど、コーヒー臭さとかコーヒーの飲みにくさとか苦さとかっていうのは全くない。だから、コーヒー全く飲めないって人でも、このミルキーだったら、結構美味しく飲めるんじゃないかなと思います。まあ、そこまでして飲む必要があるのかっていうのはありますけど、どう言えばいいのかな？甘いよ、甘い。甘い。甘い。どう言っていいのかな？わかんねえや。わかんない。はい。美味しい。とにかく美味しいから、よかったら、ミルキーでも作ってみてください。答えになってないね。はい。ということで、今回は、ビーレジェンド、ナチュラルとミルキー、ペコちゃん風味でですね、ブラックコーヒーと無脂肪乳で、飲んでみた動画でございました。ぜひね、皆さん美味しいので試しにやってみてください。ぜひ皆さん動画の方、グッドボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、また皆さんお会いしましょう。さよなら。またお会いしましょう。